本番いきます。よーい、カメラOK、フォトOK、役者OK、よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。皆さん、リゼロ見たことありますか？監督現在2022年出ていますシーズン1、2両方とも見ております。その中で魅力的なキャラクターたくさんいると思うんですけども、監督が一番大好きなキャラクター、共感を受けたキャラクター、エキドナ。ハマった理由としましたです。第三者目線楽しめる性格。まあ、要するに、状況観察が好き。例えば、ターゲット、人がです。その後、どう動いていくの？そういう予想をするところ。例えばですね、監督歩いています。酔っ払いが前から歩いてきました。気になるなぁ。ふら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 歩いている。壁にぶつかった。あ、でも戻るけども、あ、まだでもまたぶつかる。あ、でも、あー、ちょっと、気になるなぁ。特にですね、監督の大好物はですね、状況を見たら、あ、大体、あ、こういう感じのシチュエーションでこうなってんのかなっていう、マジでたまらね。まあ、あとですね、例えばエスカレーターに乗りますわ。目の前の人の存在が気になる。この服装からの装飾品、バッグ、靴、なんだろう、もう全体を見て、この人は今日朝起きて、どういう流れで俺の目の前に立っているのか、ここにいるのかというものを想像してしまう。はい。わかりますか？いや、多分ね、物語を書いてる人は絶対わかると思うんだけど、監督がスマホよりも人だけではないものとか、例えば歴史建造物、見たことないんですけど、ピラミッドとなぜそこにあるのか、今までのその経緯、歴史、そういったもの詰まってるものが最近すごい好きです。自分よりも他人に興味があるというわけですね。ただですね、ターゲットが人だとして、自分から接触するのではなく、それを遠目から見ているのが、その人にね、手を貸すのではなく、その人間がどう考え、どう動いていくのか、というのを見ているという部分で、もうエキドナにね、すごい共感を覚えました。主人公のスバルがですね、エキドラの見てるだけの存在、お前はなんかおかしいって言ったら言うんですけども、まあ、多分普通の人はスバルに感情移入して、エキドラやばいやつだろうと思うんですけども、監督としてはそのシーンを見ていて、スバルくん、それは違うよ。まあ、スバルの言い分もわかるけど、エキドラに寄ってましたね。というわけでですね、本当にお茶会に招かれたいなと。なのでですね、そういうね、積み重ね、想像して作った実習が、不思議箱屋で監督の頭の中で作られた作品をぜひ見ていただければなと思っております。興味がある方、概要欄に YouTube 貼っておりますので、よろしくお願いします。というわけで、今回の本題いきたいと思います。エキドラが大好きな監督、少し前にですね、こちらの動画を出しました。はい、エキドラ開封動画。見てください。相当箱がいっぱい散乱しております。はい、エキドラ7体です。いやー、すげー。そんなわけでですね、エキドラ大好きな監督なんですけども、今回です、価格が下がってきたので、購入しましたのがこちら。じゃじゃーん。ビッゼロから始まる異世界生活、冬に舞い降りた少女たち。というわけで、A 賞のエキドラアートスケールフィギュアを購入させていただきました。だいたい5000円ぐらいで買えたかな。当時ですね、販売時は1万円ぐらいしてたんですけども、やっと値下がってきたというわけでですね、買わせていただきました。でもちょっと待って、その前に出ている、レム、ラム、エミリア、今でも7000円、8000円、高ければ9000円ぐらい売ってるのにさ、下がってんの？いや、わかるよ。みんなに好かれるタイプじゃないんだよ。というわけで開封します。そして、この後なんですけども、以前ですね、このロジャーに出したと思うんですけども、はい。うわー、素晴らしい出来。リペイントしています、松下さんにですね、このエキドナのリペイントをして、さらにバージョンを上げていきたいなと思っております。まずは、今、現状のエキドナさんを見させていただきます。こちらは、うわー、ついに、想像以上にでかい、重たい。はい、こちらー。おー。おぉ、クオリティやばいな。キドナアートスケールフィギュア。ただでかいっていうわけじゃなくて、これカメラで伝わるかな？目線をですね、合わせてくるんですよ。目線に注目してください。ゆっくり動けば、こちらを見ているような、はい、どうでしょうか？エキドナに。はい。で、今回は大型フィギュアがちょうど1万円企画というわけで、ベストタイミング。一番くじというわけでですね、ちょっと塗りが荒いところがあるってよく聞いたんですけれども、確かにですね、ここの頭の部分がちょっと剥げていたりとか、よーく見るとちょっとまあ、黒い点々があったりとか、はい。こんな感じです。まあ、顔は問題ないかな。髪のパーツもね、まあ、そんなに悪くはないけども、めちゃくちゃ綺麗っていうわけではないかな。というわけでですね、早速こちらでリペイントしていただきたいなと思っております。ちなみにですね、監督レムも持っておりまして、こちらでございますね。大きさ的には、やはり、エキドラの方が髪の毛のボリュームがあるので、大きいかと思うんですけども、はい、このピンクがかったね。ね、はい。いや、ちょっと待って、こっちもやってみて。こちらをですね、早速リペイントしていただきたいと思います。楽しみ。
い、監督ですね。以前こちらの動画でですね、リペイントフィギュアですね、ワンピース、こちらのロジャーとなっております。いやー、今現在もフィギュアケースに堂々と存在感たっぷりに飾らせていただいております。大型のフィギュアをリペイントしてくれるというわけでですね、今回監督もお願いしました。いやー、待ちに待っていました。目安1ヶ月かかりますってメール来たんですけども、2週間かかってないよ。予想以上に早かったです。わーちっと、おー、どうしたどうしたどうした、早く開けろ開けろとエキドナが。うー、嬉しい。待て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 、ちょっと待って待って、焦るな焦るな、壊れる。ちなみに送る時にですね、エキドラのミニ飾りがぶっ壊れてしまいまして、こちらもですね、直していただいてます。ありがとうございます。こちらとなっております。おお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 、前回と感想一緒になっちゃうよ。うわおおおお、うわ。今回のこの1万円企画がですね、汚れメイクというわけなんですけども、依頼した時ですね、汚れメイクと切れ目ありますが、どっちにしますかというわけでですね、切れ目も今回ですね対応していただいたという、ありがとうございます。おお、どうぞ。こちらでございます。壊すなよ壊すなよ壊すなよ。はい、どうでしょうか。さらに美しく仕上がっております。どうですね、ツヤ感が。あ、で、耳飾りが壊れやすいから気をつけてね。はぁ、なるほど。まずパッと見、一番変わったなと思うのは、ここの台座のワンピースという覇気みたいなやつの色が、多分こんな色してなかったと思いますね。かなり美味しそうな。肌感がですね、麗しくなっております。唇ら辺の部分もほんのり温かみがあるような感じになっているかと思いますね。あとは、確かにこの後ろ側のこの辺がね、淡い感じになっていますね。かなり満足な出来となっておりますよ。こちらもですね、監督のフィギュアケース飾らせていただきたいと思います。というわけでですね、今回は松下さんにお願いしたリペイントフィギュアを紹介していただきました。詳細に関してはですね、概要欄に貼っておりますので、もしね、自分の持っているフィギュアを今回ね、綺麗にしたい、前回のロジャーみたいに傷汚れ塗装したいという方はですね、依頼することができますので、ぜひ大切に飾らせていただきたいと思います。はい、このチャンネルではですね、フィギュア系だったり商品レビューをうるさいよ。ちょっとやってますね。やっております。興味がある方はですね、ぜひチャンネル登録をポチッと押して、他の動画もぜひご覧ください。フィギュアとかアニメ系の動画もですね、結構出しておりますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。よし、どこに飾ろうかな。中心だな。はい、いきなり、知識を、まあ、深く話する目が合いますか。はい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 、いやー、すごいですね。これがこうなる、いいね。はい、と思います。いくぞ。はいはい。